はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ。というわけで、今回このもう一個の穴蔵のところに来ました。トレダに。で、ちょうどもうストックも変わってると思うんで、ちゃんと販売用のマジェットブレードも100本持ってきました。トレダさんも喜んでくれるでしょう。危ねえ。変なとこにぶつかった。危な。危な。一瞬で降りた。ラッキー。で、なんだっけ？そうそうそう、トレダに物を売りましょうという話ですよ、今回は。と、あとは、トレダの前にね、どこだろう。どこだ？ここか。え？ここかーんって。あ、こういう角度なのね。まあいいわ。とりあえずトレダに売りましょうか。これって結局、プレイヤーいないと意味ないんだよね。ベンディングマシーン。多分プレイヤーいないと意味ないよね。よいしょ。なんかいいの売ってるかい？アンビル、いらないね。喉乾いちゃった。ちょっと待って、喉乾いちゃった。あ、やべえ、こいつブレードもめっちゃ持ってるわ、在庫。100本も買い取ってくれない。50本も買い取れないじゃん、こいつ多分。3つまでだっけ？お、いいね。エレクトリックコンポーネントを仕入れたんだね。お、いいぞ。ペイントブラシはいらない。エンジン。なあ、残念。まあまあなエレクトリックパーツ系売ってるかな。じゃ、とりあえず、買い取れるだけ買い取ってもらおうか。22個まで。OK、ありがとう。で、こいつはもう買い取れなくなりました。何買おうかな。とりあえず、ネルはもう一本欲しいけどな、本当は。エレクトリックはいらない。コンポーネント使いましょうか。で、リードはいらない。ライトはなんとなく欲しいから買って、センサーも絶対買って、エンジンか。どうしよっかな。もうちょっと品質良かったら考えてたけどな。いっか。いらないかな。ツーランダイもいらないでしょう。スナイパーライフルはストックが品質いいんで微妙だね。残念なトレーダーということで。よし。で、穴を掘りましょうか。どうしよう。いろんなアイテム持ってんだ。これ速攻インベントリいっぱいになるコースだね。とりあえず、ここが、こっち側でしょう。こっち側に穴を掘るとして、まあ、降りてから考えるか。ここが、じゃあ、縦3マス必要かな。いや、2マスの方が楽か。2マスの方が楽だな。とりあえず2マスで、はしごと、ハッチをつけて、高さ見るの忘れてた。マイナス29だからすぐだね。33ぐらいでいいんじゃないの。もうちょい。ちょっとラダ。66。60もいらないでしょ。20ぐらいでしょ、本当は。そうだ、20ぐらいかな。完全穴蔵拠点が完成するな、こんなの。トレーダーを結んだら。よし、来た。で、
こっち側に向けてちょっと広げようか。で、こっちにラダーをつけて、でラダーをつけるときは一回アドバンスドにしてからつけた方がいい。しまった。一回戻すか。一個設置してアドバンスドにしてやったら、この横向いたりしてもね、角度一緒なんで。これで、とりあえず一回設置して上まで。はい。本当は、あれか。穴掘りながらハッチを設置すれば、ハッチ足りないかも。穴掘りながらハッチ設置すれば2個だけで済むのか。穴、そうだね、ラダーいらないね。しかもまあ何かの時にハッチが壊れた時のことを考えるとあってもいいかな。で違うな、やっちゃったね、やっちゃったね。フレームも欲しいかな。こんだけあればいいだろう。まあ、いっかこれで。いや、よし。で、次がハッチの前に、草でブロック作ろう。ハッチ。ハッチはどっちからが行くかな。階段に行きたくないから、こうするか。あ、シックルじゃない。大丈夫だね。OK だね。こうしたら階段、途中で、はしごに引っかからないで済むんで。逆にはしごから戻れないけどね。その時は一回降りるということで。よいしょ。ここまであればいいでしょう。やっぱ作るか。OK。で、穴。OK。 何時？こいつまで壊さないといけないのかな。よし。さあ、ダメだな。これ気に食わないな。ハッチ、ハッチ。こうだね、やっぱ最初は。オッケー。怖い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 。よしよし。じゃあこれで
てきたので、ちょっと空間を広くして、よし、これでバイク回れるかな。じゃあどうしよっかな、どこら辺に行こっかな。4381、横に広げることも考えると、ここでいっか。ここにしよう。ここで、どんどん掘っていきます。あっちに向かって。こういう感じで。掘っていって、拠点までつなげようかな。というわけで今回の動画はここら辺で終わりにして、次回多分繋がったところからでしょう。スナイパー入れちゃいかんだろう。よし、多分結構な時間かかるんでね、このままやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。静止画でした。チャンネル登録お願いいたします。